エンデュランス馬術競技の様子エンデュランス馬術競技とは、馬術競技の一種である。一般的に、数十キロメートルの長距離を数時間かけて騎乗し、その走破タイムを競う競技である。耐久競技のため、一定の区間ごとに獣医師が健康診断を行い、獣医師の判断により競技の続行を決定する。そのため、騎士は常に騎乗馬の状態に気を配る必要がある。なお、 2006年よりアジア競技大会の種目に採用されている。日本を含む世界各国で行われている競技であり、有名な競争としてはアメリカ合衆国のテビスカップが知られている。宝島社の代表取締役であるハスミ聖一はテビスカップで2003年から2011年にかけて8回連続完走の記録がある。 日本で行われる規模の大きい大会には、日本馬術連盟が主催する、全日本エンデュランス馬術大会があり、第1回大会が2000年に、北海道鹿市町で実施されて、以降、2008年に、山梨県北杜市小淵沢町の山梨県馬術競技場及び、牧場のゴートレッキングコースで、2013年に、長野県長野市で開催された他はすべて北海道。 カオイ長で実施されてきている。走破距離は 120km と 80km が設定されている。ポニーエクスプレスの機種。1861年。昔から人々は法的な文書を最短で届けなければならないことがあった。エンデュランス馬術競技はそのような要請を背景にして生まれた。アメリカやヨーロッパの郵便業務の歴史を振り返れば、そのことがよくわかる。 例えば、19世紀後半に、ミズーリ州セントジョセフからサンフランシスコまで1966マイルを繋いだポニーエクスプレスは、そのような業務の始まりを告げるものだった。また、軍隊制度のエンデュランス馬術競技への貢献も見逃せない。広大な領土を征服するために、馬は長距離を移動するための速さと粘り強さを身につけた。 最初のエンデュランス馬術競技は19世紀のヨーロッパ、オーストリア、アメリカで行われたようである。当時の走路の状態は非常に難易度が高く、到着した馬筆の健康状態が全く考慮されていなかった。20世紀の初め、馬を用いた歴史的な軍事演習が行われた。1902年に、 ブリュッセルからオステンデまでの 132km を平均毎時 19km で走る軍事演習である。また、1955年からアメリカで非常に有名なテビスカップが始まった。これは非常に難しい走路、距離1 6 0キロメートルを走破するものである。テビスカップは21世紀現在でも続けられている。フランスでは、 1970年頃にはエンデュランスが見られるようになったが、実際には1990年代に発展した。2008年に6000人の有資格者を集めた2回目のエンデュランス競技会が行われた。2011年にはフランス全土で2800コースが設定され、延べ2500人近くが参加した。1990年から参加者の国籍を全世界に開放しているが、 奇の国籍はフランス人がほとんどを占める。しかしながら中近東の参加者も増えているとみられる。ムハンマド・ビンラ・ーシド・アール・マクトゥームはドバイ市長国の乗馬会のためエンデュランス用の馬の購入に世界で最も多額の投資をしており、彼自身もエンデュランス世界選手権での優勝を目指している。カタールは ドバイ市長国のエンデュランス世界選手権で優勝するためにフランス産の馬の中からエリスグリの馬を選んで投資している。フランスのエンデュランス競技をやっている騎士たちからはカタールとドバイのやり方はサッカー一部リーグの全チームを買うようなものだよという声も聞かれる。ありがとうございます。